はい、皆さんこんにちは、ユティックの監督ベアです。はい、本日はユティックトレーニングセンターで練習していきたいと思います。で、2週間ぐらいちょっとバタバタでもう1回も練習できてなかったんですけど、久しぶりに時間の隙間を見て練習していきたいと思います。はい、でウエイト少し入れてスクワットだけ入れて、で地面を押す感覚だけ掴んで、その後スタート少しやって、で最後ジャンプトレーニングをしていきたいと思います。はい、それでは行ってきます。こんな感じです。めちゃくちゃで、ウェイト自体結構久しぶりなんでだいぶ弱いんですけど、まあ、地面を押すっていうところしっかりできるように、あと2セットぐらいいきたいと思います。でウェイトで掴んだ意識感覚っていうのを走りにつなげていきたいと思います。ダッシュです。はい、それではせっかくなんで GoPro を頭につけてブロックから出ていきたいと思います。ブロックから GoPro つけて出るってあんまないんで、ちょっとどんな絵が撮れるか楽しみなんですけど、もう私のスタートからの目線をご覧ください。ガチで出ます。こんな感じでした。いきます。今のもう音で分かると思うんですけど、前設置なんですよ。ずっとちょっとブレーキ音かかってるんですよね。ザッ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 って、もっと上から下に落として、まあ別に音を求めてるわけじゃないんですけど、一つの判断材料として音の質でいい設置か悪い設置かって分かるんですけど、いい設置音が鳴るように、まあいい走りができるように、もう一本いきます。よし、今のはまあですね。さっきよりは良かったです。ちょっとブレーキかかる局面数歩あったんですけど、まあ1本目よりは良かったんで良かったんで
はい、OK です。はい、最後はジャンプ系、はい、最後はジャンプ系で終わりたいと思います。ハードル 1.5 メートル間隔で並べてます。でちょっとずつハードルの高さ上げていって、最後はハイハードルの高さでハードルジャンプやりたいと思います。はい、今日の練習が終わりました。スクワットとスタートの、まあ、確認、練習っていうか、まあ、確認ですね。スタートの確認と、あとジャンプ練習を3つやりました。まあ、感覚としては、まあ、2週間ぶりに練習した中では悪くないなって感じですね。まあ、スタートもそこそこ出れましたし、でハイハードルもなんなり飛ぶことができましたし、はい、今回も見ていただきありがとうございました。またいろいろ練習動画ね、載せていきたいと思いますので、私も7月8月と試合に出る予定なので、まあ、7月の試合もすぐそこなんで、なかなかいいタイムを狙うって難しいかなと思うんですけど、8月の試合でちょっとタイム狙っていきたいなと思います。体しっかり作って。はい、本日もありがとうございました。バイバイ。